高校生時代、クラスに A 子といういわゆるギャルがいた。男子の前では猫なで声だが、女子に対しては上から目線で、特にクラスの地味系女子には。B 子髪型クソダサいんだけど、小学生じゃあるまいし、もっと大人らしくしなよ、と見下してくる。こんな性格だからか、クラスのほとんどの女子に嫌われていた。夏休みの花火大会で A 子を見かけた時は、大学生らしき男たちと遊んでいた。A 子ちゃんマジでセクシー、俺と付き合っちゃおうぜ。な、お前 A 子ちゃん独り占めにすんなよ。もう付き合わないよ、高校に本命いるから。どこで出会ったのか知らないが、学外でモテモテらしい。夏休み明けの出来事、地味系女子の B 子がショートヘアにイメチェンして注目されていた。髪型似合ってるよ。ありがとう。やべ、 B 子可愛くね。わかる、髪型変えただけで全然違うじゃん。そこへクラスで女子から人気のケータが来て、 B 子さんすごい雰囲気変わったね、前の髪型より、俺は絶対その方が似合ってると思うよ。 B 子を褒めていた。ありがとう。鋭い視線を感じ振り返ると、鬼の形相で A 子が B 子を睨んでいた。 A 子はケータが本命のようで、近々告白しようとしていたようだ。 B 子のやつ、ケータ君に。嫌な予感。A 子が割って入ってきて、私もケータ君と同じ、 B 子の髪型似合ってると思うよ。 A 子さんもそう思う？ A 子、本当にありがとう。うん、本当にいいわよ、マッチ棒みたいで。え？ A 子の唐突な嫌味に B 子は涙目に。マッチ棒言われてみればそれを聞いて吹き出す男子たち。地味な人は何をしても地味なのよ。陰キャはおとなしく陰キャしてなさいよ。イメチェンしたところで地味な顔は変わらないよね。ケータ君もそう思うでしょ。笑いをこらえているのだろうか、ケータはうつむいていた。B 子は恥ずかしさで顔が真っ赤になり泣き出してしまった。 A 子、あんたなんてひどいこと言うの、謝りなさいよ。はあ、私の感想を言っただけですけど。陰キャが調子乗るのが悪いのよ。注意しても全然反省していない様子。その時ケータ君が A 子にスマホを差し出した。これ、お前が中学の時の写真だろ。 A 子さんとオナチューの友達にこの前卒アルを見せてもらったのよ。今とは全然違うよな。え、それは。 A 子は画面を見て硬直していた。ケータ君のスマホを見ると、見るからに地味なベリーショートの髪型で眉毛ボーボーの女子が写っていた。名前は A 子と完全一致。え、この子が A 子ちゃん？昔こんなんだったの？すごい暗そうなんだけど、 A 子こんな女子だったの？ケータ君、なんてもの見せんのよ。こんなことに使いたくなかったけど、俺の好きなやつを守れるなら仕方ないね。え、それって。 B 子さん、俺と付き合ってください。はい、よろしくです。B 子はすごい焦っていたけど、即 OK してカップル成立。 B 子とケータ君は前々から両思いだったようだ。おめでとう。ケータのやつこんなところで告るとか、やっぱ男前だわ。教室は祝福モードになっていた。撃沈した A 子は中学時代が陰キャだったことが噂になり、人気がガタ落ちに。私だって B 子より努力してきたのになんでよ。外見は磨けても他人を侮辱する人格は磨けなかったんだろう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。